今日はこの普通の一般的な普通のツナ缶を使ってヌードギンパ作ります。簡単に材料を準備します。ヌードギンパ10個の準備が全部できました。簡単に作ってみましょう。日本でも韓国でも普通の巻き酢ってこれですよね。この木で作られた巻き酢使うんですけれども、ヌードギンパ作るときにはやっぱ不便なんです。このご飯粒しとかこれが ここに入ったら掘り出しにくい、うん、だからヌードギンパ作るときにはこのシリコン巻き酢を作ります。使っています。まず海苔の上にご飯を乗せます。あっちゅい、ご飯たくさん入れなくてもいいですよ。野菜とかそういう材料がたっぷり入ったらこれが美味しい。あー熱い。さあこれができたらひっくり返す。
はい、この中に材料を入れます。喉って普通こういう巻いて食べるんじゃないですか。で、喉って海苔が見えないようにこういう風に巻いたら巻いて食べるから喉です。エゴマのハネス、これを入れるともっと美味しいですよね。油を抜けたマグロの身、あれ、マヨネーズ、食べたいものを入れて巻いて食べてください。あれがキンパです。簡単に作られますのでぜひ作ってみてください。それではまた。おいしそう。